ジェイソン・ブラッドフォード・プリーストリーは、カナダ生まれの俳優、映画監督。俳優としての代表作は、ビバリー・ヒルズ高校白書。アイリッシュとスカンジナビアの血を引くプリーストリーは、カナダのブリティッシュ・コロンビア地区のノースバンクバに生まれ、アーガイル・セッキンデリー・スクールを卒業した。2007年には、アメリカ合衆国民に帰化した。ビバリー・ヒルズ高校白書1990年、プリーストリーは、 ビバリーヒルズ高校白書の主役に選ばれ番組エピソード19話分を監督もした。彼は主人公ブランドンがワシントン DC へ引っ越す1998年を最後に降板したがエグゼクティブプロデューサーとして2000年の番組終了時まで残っていた。モータースポーツあくまで趣味ではあるが一時期モータースポーツに没頭しており行動での事故により有罪判決を受けたこともある。 2002年8月11日、ケンタッキー州北部にある、ケンタッキースピードウェイにて、インフィニティプロシリーズ、ケンタッキー100の練習中に、時速292キロメートルで壁に撃突。脊髄骨折、頭蓋骨骨折、鼻の骨折、両足骨折、および首から大量出血。3ヶ月後に退院したが、リハビリにかなりの期間と努力を要し、 以降モータースポーツは引退したと公式表明している。その他前日の事故のリハビリ以降、近年では、トゥルーコーリングにおいて2004年から2005年まで、ジャック・ハーパー役を務め、2006年の番組、EN ・ラブ・モンキーにも、レギュラーとして参加した。また、1989年の番組、シスター・ケイトや、ザ・ WB の番組、恋するマンハッタンだけでなく、 2006年2月には FBI 失踪者を終え、2007年にはミディアム霊能者アリソン・ディボアにも出演した。1997年の映画ラブデス・オンロング・アイランドでは俳優になるべきか真剣に考えているティーン・アイドルを演じただけでなく制作にも携わった。監督としてはセブンス・ヘブンの最終シーズンや The Secret Life of the American Teenager のスライスオブライフとジャスト性能の監督を担当した。2007年7月15日にはライフタイムのコメディドラマサイドオーダーオブライフの主演男優に復帰した。2008年10月15日 NBC のテレビ番組 My Name Is R においてブレイクという R のいとこを演じると TV ガイドが発表した。 2008年11月11日には、シンビバリーヒルズ青春白書の第18話の監督を担当し、また、シークレットライフの内語和文の監督も行うことが、TV ガイドにより報道された。ありがとうございます。